よし、またしたね。あ、どうもどうもこんばんは。あ、今日の、あ、すいません、あの、ゴッドカウンセラーの日でして、まあ、あの、これ場所なんだけど、はい、まあ、お前に呼ばれて急いで来たないけど、はい、ちょっとお前、最近コメントに左右されすぎじゃねえ。あ、私がですか。場所の方がいいとか、お前よ、前回の場所は危ねえとかよ。あんまお前、自分持てよ、もうちょっと。あ、すいません、ちょっと自分を見失いかけてました。俺らがここがいいと思ったら、それがお前、たとえエベレストの頂上でもどこでもいいんだよ。あ、そうしました。やるから、これは。はい。あ、相変わらずお風邪をお召しで。じゃあ、インフルエンザ対策。あ、そうしました。いや、そんな中、ちょっとすいませんが、さすがのゴッドにあるちょっと相談が来てますんで。じゃあ、1つ目からいきます。はじめまして、アマテラス、かっこ男と申します。偉大なるウリタ様に相談です。会社にいる25歳ぐらいの女がよく指をポキポキ鳴らしているのですが、僕に対する嫌がらせに感じます。そいつとは全く喋りませんが、あ、喋りません。ウリタさんなら隣でポキポキ指を鳴らされたら何か言いますか。あ、それが質問です。はい、そうです。まあ、はっきり言って、まあ、いるよな、よく指をこう癖かなんかに鳴らすやついるよな。はい、あの、まあ、はっきり言って、そいつ好きな女が目の前でポキポキやっても多分なんてことないはずだよ。あ、はい、はっきり言って、ええ、あのな、異性の場合よ、その異性に興味があったりよ、はい、好意を持ってたら、そいつがまあ目の前で屁ここうか何しようかよ、愛しいんだよ。あ、そういうもんですか。うん、逆に自分がもう尺に触ったり不愉快なやつっていうのはよ、はい、嫌いなやつが何したってムカつくんだよ。はい、な、はい、そいつはその女がムカつくだけだよ。その女が別に好意を持ったら、はい、指鳴らそうがあくびしようが屁ここうがもう好きだっつうの。あ、それも最後の色気に感じると。そうそうそう、だからお前がそいつをもう好きになる努力しろっつうの。あ、好きになる努力をするんですか。あの好意をな、はい、あの男女の好きとかじゃねえぞ、はい、人間的に少しでも、うん、興味持てば指鳴らそうが気になんねえって、はい、あ、なるほど、うん、そいつの存在を心の中でも無視して否定してるから何されても腹立つの。じゃあその指限んねえ。わかりました。じゃあ指の音なんか気にしないためには、まずそういう人を愛せと。そう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 。あ、わかりました。大きな気持ちを持てってことですね。うんうん、当たり前じゃない。そうしました。うん、じゃあ次の質問いかせていただきます。うん、ここですね。大阪在住の B さんという方です。うん、ウリタさん、こんにちは。うん、相談があります、うん。私は身内に公務員や警察官が多く、曲がったことが大嫌いです。うん、また昔、武道をしていたので、売られた喧嘩は相手が、うん、あけぼのだとしても買います、うんうん、こんな性格なので友達もいません、うん、いつか刺されるんじゃないかとヒヤヒヤしています、うん、どうしたら良いでしょうか。男性の方だと思いますね、おそらくここまで武闘派な話をしているということは、うん、いかがでしょうか。まあ、はっきり言うけど、はい、まあ、武道やってたっていうけど、はい、じゃあその何ならしたら空手なのか柔道なのか知らないけど、はい、その武道の先生に、はい、売られた喧嘩買うように教わってたのかっていうの。あ、そういうためにねえだろっていうの、武道は。あ、そもそもは、うん、その喧嘩とかに使うもんじゃないと思うんだよ。はい、ただな、その素敵な性格でそれって、はい、曲がったことが許せんっていうのは、別に相談することでも何でもないんだよ、はい、チャラチャラしたような曲がったことやってるようなやつらに、はい、聞かせてやりたいようないい性格なんだから、はい、曲がったことが大好きですっていうやつの話になんねえじゃないか。なあ、確かに僕は曲がったこと大好きなんですってやつと友達になれるかっつう。あ、なるほどなるほど。なあ、気がついたら振り込み詐欺のアジとかなんか連れてかれちゃうじゃないか、そんなやつらつるんだら。曲がったこと嫌いですって言ってるやつは似たものが寄ってくるから、はい、気にすんなっつう。あ、じゃあ今のところはちょっと孤立無援みたいですけど、あ、まあ、ほっといても大丈夫ってことですか。それに別に刺されるような恨みを買ったのかっつうの。あけぼの相手に喧嘩できる度胸を持ってるからって、なんで人に刺されるんだよ。確かに、うん、刺してくるやつってのは怖いから刺すんだよ。あ、はい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 、うん、その人みたいに怖くねえんだって、強い勇気があるんだったら別に刺されはしないよ。堂々としりゃいいと、うん、そうそうそう、ごんまいってことですね。ビビってる証拠だから、刃物は。わかりました、うん、はい、じゃあ次、あ、マスク外されましたね、いつの間にか、うん、まあ、一応な、うん、あ、それ相手に対する礼儀ということで、うん、あ、承知しました。あの前回の上の辺もプロファイルもそうだけど、はい、俺クラスになるとマスクの着脱だけで絵になるから、わかるだろ。確かに、うん、すごかったです。なんかすごいことしたぐらいに持ってくから、マスクの着脱で。承知しました、うん、次の質問行かせていただきます、うん、28歳のカズさん、かっこ男性より、うん、恥ずかしい話題
話題だし、うん、ちょっとお門こ違いかもしれません、織田さんに真剣な相談があります、うんうん、僕はセックスの時、うん、いざ挿入となるとおちんちんがしぼんでしまいます、うん、で相手のことが好きであればあるほど、うん、インポになりがちです、うん、まだ20代なのでバイアグラなどに頼るのは早いかなっていう気がしてます、うんうん、織田さんどうすれば僕は男になれるでしょうか。いざという時に立ち上がれる男になるコツを教えてください。ちなみに僕の女性経験は3人で、うん、初体験の時にうまく立たなかった失敗がもしかしたら尾を引いているんじゃないかと自己分析しています。あ、なるほど、ね、この方にちょっとすいません、あのアドバイスお願いします。そんな長い質問よ、はい、な挿入なの何なのね、新宿の路上でよなあ、さっきからも何人後ろ通ってるかもって、はい、なあ俺に恥かかせやがってなあ、はい、お前みたいな相談してきやがってよ。そもそもよ、はい、そのまあ、別にそいつの経験人数なんか知らねえけど、はい、好意に及ぶことをな、はい、好意に今から及ぶってことに何をそんなま気合い入れて緊張して構えなきゃいけねえんだよな。そこがそもそも間違ってんだよ、はい、な、もっと動物であれって俺は言いたいよ。あ、その心は、あのな、セックスとかよ、はい、喧嘩とかよ、うん、あと飯食う飲むとかよ、はい、飲み食いすること、戦うこと、あなあ、はい、本能でやることなんだよ、はい、なあ動物ってそうだろうって。あんまあ、そうですね、確かに本能でやるべきことを頭で考えるからそんなもん立たねえだけだよ、はい、立った時にやればいいんだよそんなもん。あ、すごい本能でやれ、うん、あ、今の言葉が全てない気がします。だってお前腹減った時にがっつくだろっつうの、はい、食い物が目の前にあったら何しも食べてなくて目の前に食い物があるのにいちいちナプキン用意して何水から飲んでとかマナーやんのか、一人の時もやらないですね。そんなのレストランとか TPO で人が見てるからカッコつけんだろっつう、はい、本能なんだよ。あ、じゃあ立った時やって立たない時はやらなくてもいいってことですね。そうそうそう、本能じゃねえ、本能で今そうすべきじゃないんだから、それあレーダーみたいなもんだからあれは。そうだろっつうの、勝手に生きれたつから、うん、あ、そうしました。そうそうそう、はい、じゃあ次の質問いかせていただきます、22歳、うん、社会人1年生のライムさんという方からです、うん、織田さんのかっこよさに憧れます、うん、僕も僕なりにいろんな服を買うのですが、うん、鏡を見ると幻滅します、うん、織田さんみたくおしゃれで女性にモテる男になるコツを教えてください、うん、ちなみに僕の身長は175で中肉中背なで方ですといった相談でございます、うん、そもそも服と鏡のせいにすんなよそんなもんよなあ、服と鏡が良かったり悪かったらお前なんかお前が悪くなったり良かったりすんのかよ。そこがそもそも違えんだよ、はい、なあ、俺は別に人からモテようみたいなこと考えたことないんだよはっきり言って、はい、特に異性にはあんまり興味持たれない、嫌がられるから、はい、子供の時から怖がられたり、まあ、せめてモテてもやろうからなんだよ、はい、だから俺はもうガキの時からその異性にモテようみたいな魂胆がないんだよ、うん、諦めてるけど捨ててんの、はい、その俺が言うのもちょっとアドバイスになるか分かんないけど、はい、人の目の基準で生きてるうちは、はい、モテない。あ、この人にこう思われたいとかこいつの目にこう映ってほしいとか、はい、女子にモテたいとかあくまで人の目の基準だろ、うん、そいつは、はい、でも俺は基準が全部自分なんだよ。あ、はい、全て俺がイケてると思って俺が今日かっこいいなって思うか俺がやること、うん、今からすること全てが、うん、今着るもの見るもの全てがイケてると思ったことだけしてんの、はい、人の基準なんかもクソみたいなもんだから。わかりました。じゃあ先ほどのマスクの着脱に関してもじゃあ自分の判断で、そうそう、今だと思ったわけです。俺がマスク着脱するだけでマイケル・ジャクソンみたいなもんだから、で今だと思ったわけですね、うん、そうそうそう、あいつのフズバットと一緒だから俺のこれは、まあ、それぐらいのこと俺は自分でそう思ってんの。わかりました、うん、はい、じゃあちょっと本日最後の質問を聞かせていただきます、うんうん、と匿名希望、30代の男性です、うん、日常の口論しかり夫婦喧嘩しかり商談しかり、うんうん、掛け合いを優位に進める秘訣を教えてくださいとのことです、うんうん、それヤクザなの、何で掛け合いするんだ、まあ、掛け合いっていうかその交渉だったり、まあ、交渉ネゴシエーションってことかなって、うん、はい、そもそも自分のが優位に持ってきたかったり、なんか物を売りつけたかったり、はい、自分の主張を通したかったり、あるいは相手からなんかいい返事をもらいたいのか、どういうシチュエーションかによるんだけど、はい、どういうシチュエーションでもそうなんだけども、頭で考えることじゃねえよこれも、うん、っていうのもな、別に、はい、当日現場でもうイエスかノーかもらいたいっていう限定の話だったら別に
強気で畳みかけたり、はい、あるいはちょっと下手に出てみたりで返事だけもらうならいいかもしれないけど、大体こういうのは後日持ち帰って後で連絡しますとかなるだろうつ、はい、そうなった時にその日どんなテンションで行ったっていう、そいつがみんなそいつの印象というか人となりだから、はい、薄っぺらい野郎が現れて何だか得体の知れねえやつに言葉巧みに何か言われたって商品買わねえだろつ、怪しいやつによ、はい、なあ、はい、お前みたいなやつでなあ、でもよ、その質に人間的な魅力があったら、そいつが商談の最中に新聞広げて鼻くそほじってようが何だろうが連絡するんだよ、はい、そいつに魅力があるから、何だろうあの人、はい、もらった名刺に電話しちゃうもんなんだよ、だから自分の魅力を高めろっていうの、顎よりも、あ、そういうことだよ、だってあのテクニックに頼るなと、そんなテクとか処世術に頼るなんですよ、本質を磨けと、てめえの、そうそう、本質がもうクオリティが上がれば、はい、あの自分が興味持たれるから、あ、わかりました。その本質を磨くことでは最後の知っていただいてよろしいでしょうか。まあ俺の動画を見とけっつよ。それ以外何があるのか言ってみろこの野郎お前よ。なあ、大体てめえ相談何が匿名希望ってお前な、名前も名乗らねえでお前自分だけお前俺に回答得ようとしやがってこの野郎、みんな名乗ってんだよ。なあ必ず名乗れ次からこの野郎。お前もだよ。すまんねえ質問ばっかも他にもあっただろっつよ。そんなもん拾いやがって。なあ、果てやお前こんなクソさん見るほど呼び出してチンポが立つ立たねえ。知らねえよ。なあ大役だ。なあ、なあ。ほんと俺も情けなくなってくる、こんな話ばっかり、まあまあでも分かる、その前より子羊たちの思いを俺は背負ってくから、はい、本日は貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。まあそんな感じで、はい、この間にもし菌があれ飛沫して俺にもし風邪の菌があったらお前にケツ持ってくるな、そうだろっつよ、お気をつけて、まあいいよ、はい、あ、どうもありがとうございました、失礼します。